漫画でわかる溶接の安全衛生。今日は溶接作業の安全衛生について学んでいこう。高温物に接するし、重い部材を扱うから安全には注意しないとね。そうだね。どんな作業をしているんだろう。どんなことに気をつければよいのかな。まずは漏水の発生状況を見ていこう。はい。溶接作業における主な漏水事例はこんな風になっているよ。溶接作業では様々な漏水が起きているんですね。そうなんだ。じゃあ漏水の具体的な事例を見てみよう。例えばルールを守らずにスポット式の溶接機に指を挟まれる事例や、部材が崩れたり部材が落下したりして体にぶつかる事例もあるんだ。どうして漏水が起きてしまうんでしょうか。安全を確保するためのルールを守らないことが要因の一つだね。例えばどんなルールがありますか。検査や修理、異物の除去のようないつもと違う作業は溶接機を止め、確実に停止したことを確認してから行うことが大事だね。そんなことか。もっと複雑なルールがあるのかと思った。ん？漏水を防止するためにはルールの徹底が重要だぞ。はい。他にも不安定な場所に置いた脚立やはしごから転落して骨折したり、建設現場の足場で足を踏み外して墜落したりする事例がある。危険と隣り合わせなんですね。だからこそルールを確実に守ることが重要なんだ。自分の体を守るために保護具は決められた通りに準備をして、正しく装着してから作業を行おう。他にも高温物との接触に気をつけないといけませんね。そうだよ。アーク溶接を行うときは特に注意が必要だよ。火花が飛んできて火傷することもある。引火や爆発の危険性もあるぞ。わかりました。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1、保護具をつけよう。アーク溶接作業中。今日は少し風があるけど蒸し暑い日だな。ルールとはいえフル装備は暑すぎるよ。先輩、ここは風上ですから防塵マスクは外しても大丈夫ですかね。アーク溶接はヒュームが舞うから風上だろうと吸い込む危険性が高い。暑くても防塵マスクは必ずつけよう。ヒュームとは溶けた金属が蒸気となった後冷えて細かい粉塵になったもの。煙のように見える。熱中症にならないようにこまめに涼しいところで休憩して水分と塩分の補給を欠かさないようにしような。フル装備で頑張ろう。数十分後。暑い暑い、汗が止まらない。もう少しだけど頭がぼーっとしてきたな。よし、完成だ。はあ、熱い熱い、水水水。ああ生き返るな。さあ片付けよう。溶接棒も出しっぱなしだった。あ、電源を切っていなかった。数時間後、病院に搬送されて。感電に驚いて墜落、そして
落ちた時に右手をついて骨折なんて。溶接棒の被覆剤が剥がれていたけど、作業中は革製手袋をしていたから気づかなかったんだね。感電は命に関わることもある。自動電撃防止装置の使用を命じたのに指示を守ってくれないとダメじゃないか。わかりました。痛い目にあって初めてルールの大事さを知った彼であった。ケース1まとめ。1、決められた作業着保護具を着用しよう。2、感電に注意しよう。作業前に安全装置を確認。感電の危険性、緊急時の対応を確認。汗で衣服が濡れて感電することもあるので注意。溶接ケーブルを正しく接続。ディップス、ヒュームの吸い込みも気をつけよう。風上にいるからマスクなしでも大丈夫だろう。数時間後。関節が痛い、だるいし寒気がする。金属熱が疑われるときはすぐに病院に行こう。金属熱、金属ヒューム熱とは、金属ヒュームの吸入により頭痛、発熱、寒気、筋肉痛、吐き気、喉の渇き、疲労感などの症状が出ること。ケース2、落下物、飛来物に注意。昼休み終了間際、社員食堂。いたいた、現場で君のこと探していたぞ。な、そうだ、昼から急ぎの仕事が入っていたのを忘れてた。二人一組でないと始められないんだ。あれ、俺の安全靴がない。もう急がないと、普通の靴でいいや。待たせてごめん。やっと来たか、待ってたぞ。おい、普通の靴じゃないか。安全靴を履かないと危ないぞ。俺の安全靴が見当たらなかったんだよ。いいからすぐに作業始めよう。二人は大きな部材を協力して運び、作業台の上に置く。そして溶接を始める。部材の溶接ができたら、溶接部が冷えるまで放置する。その間に次に溶接する部材を運んでくることになっている。よし、次の部材を取りに行こう。ごめん、急にお腹の調子が悪くなってきた。トイレに行ってくる。すぐ戻るから待っていてくれ。10分後。遅いな、急ぎの仕事なのに。一人でも運べるかもしれない。試しに持ち上げてみよう。よいしょ。うわあ、ダメだ、重い、これは無理だ。うわあ、おい、どうした。部材が足の上に落ちたんだ。すぐに病院へ行こう。全治2ヶ月の骨折だってね。安全靴を履いていたら大怪我にならなかったのに。ルールを守るのは基本だということがよくわかりました。君が怪我をしたら仲間も家族も心配するんだから。彼はルールの遵守を固く心に誓ったのである。ケース2まとめ。1、部材の移動は決められた手順で、一人で無理な作業はしない。2、作業中は安全靴を履こう。安全靴は先芯があるので、つま先が保護される。ティップス、下着は綿製。溶接の時は燃えやすい化学繊維製のシャツは着ない。今日は
化学繊維製の下着にしてみた。でも少し暑いから上着のボタンを外そう。スパッタ、溶けた金属の粒。うわあ、スパッタが胸元から入った。溶接部に必要以上に近づかない。作業服はルール通りに着る。化学繊維製のシャツは燃えやすい。ケース3、目に注意。部材の溶接が終わったからグラインダー掛けを頼むよ。はい。今日は暑いな。フル装備で汗がどんどん出てくるよ。あとは防塵マスク、これ以上着込みたくないよ。防塵マスクはつけずにやろうかな。おい、防塵マスクはキリコを吸い込まないために必要なんだぞ。仕方がない、マスクをつけるか。そろそろ完成だぞ。うわ、キリコがこんなに。防塵マスクをつけないでキリコを吸い込んだら危ないだろうな。暑くてもマスクはちゃんとつけるのが大事だな。今日は暑いな、汗が止まらない。目に汗が。保護メガネがずれたか。あれ、ゴロゴロするぞ。目が痛いような。痛い痛い、我慢できない。作業を続けられない。先輩すみません、目が痛くて作業ができません。ちょっと見せてくれ。涙が止まらないんです。ひどい充血だ。とにかく目を洗え。監督、彼の目にキリコが入ったようです。なに、キリコが入った？これはひどい。今すぐ眼科に行け。彼は眼科で診察してもらった。目をこすったようで、キリコが何粒か眼球に付着し、黒目にも刺さっていました。もう除去したので今回は大丈夫です。しかし放っておいたら失明するところでした。キリコのついた手袋では目の近くを触らないように気をつけてください。今回のように目に怪我をすると失明する恐れもある。また失明しなくても後遺症などにより視力障害が起きることもあるし、困るのは自分だけではないんだぞ。肝に銘じます。グラインダー作業の時は細心の注意をして作業することを決めた彼でした。ケース3まとめ。1、キリコのついた手袋で目の近くを触らない。作業後は手を洗い、汗を拭う時は汚れた手袋は外しましょう。2、キリコやてっぺんが目に入ったら、こすらずすぐに流水で洗う。洗っても痛みが続く場合は眼科で診察してもらいましょう。眼球に傷や残留物がある場合、放置すると失明することもあります。ティップス、溶接の光は裸眼で見ない。やっぱり先輩の溶接は手早くて上手だな。ずっと先輩の作業に見とれていた結果、君は裸眼で悪行を見ていただろう。目が痛いし涙が止まらない。うわー、溶接の光は裸眼で見ないこと、視力の低下や電気性眼炎になったり失明することもあります。あちゃー、危険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。そして労災は決して
他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。保護具など、体のサイズに合わなかったり不具合が生じたりした場合は現場の責任者に相談しよう。ヘルメット、頭部を衝撃から守るもの。ずれないように顎紐を調整ししっかり締める。一度でも衝撃を受けたものは取り替える。溶接用保護面、有害光線から目を保護するとともにスパッタなどから顔面を保護するもの。用途に合ったものを使う。遮光メガネ、有害光線から目を守るもの。顔にぴったりフィットさせる。保護メガネ、飛来物、粉塵、熱から目を守るもの。危険物や有害物の種類に合ったものを使う。呼吸用保護具、塵肺を予防するもの。防塵マスク、粉塵の吸入を防止するもの。電動ファン付き呼吸用保護具 PAPR、 防塵マスクよりも高い防護性能を有し、ろ過剤フィルタを通して正常化した空気を電動ファンによって供給するもの。適正なマスクを選ぶ、国家検定合格品である。自分の顔に密着、作業に応じて選ぶ、密着性を確認、作業前に点検。排気弁、面体の汚れ、変形、ろ過剤の目詰まり、締め紐の劣化。手袋、熱や鋭利なものなどから手を守るもの。溶接用革製手袋を使う。袖が長いものを使う。安全靴、重量物から足を守るもの。自分に合ったサイズの靴を履く。足カバー、スパッタなどが入らないようにするもの。緩みができないように装着する。前掛け、スパッタや熱などから体を守るもの。できるだけ高い位置からかける。交流アーク、溶接機用自動電撃防止装置、感電を防止する装置。交流アーク溶接、被覆アーク溶接作業時に現場の責任者から使用を命じられた時は必ず使う。